マイケル・マッケンジー・ラウ・マクドナルドはアメリカ合衆国カリフォルニア州ピードモント出身の男子プロテニス選手。ATP ランキング最高位はシングルス57位、ダブルス182位。ATP ツアー優勝はまだない。身長178センチメートル、体重73キログラム。右利き、バックハンドストロークは両手打ち。 2016年 NCWA ディビジョン I のシングルスとダブルスで優勝。同年プロに転校する。南カリフォルニア大学で開催されたロサンゼルスフューチャーズにおいて決勝でカール・ショダールンドを64、60で破りフューチャーズ優勝。3月にはプロに移行する優秀な大学生テニス選手に与えられるオラクル US テニスアワーズを受賞。 その後フューチャーズダブルス部門でも優勝し、5回目のフューチャーズダブルスのタイトルを獲得した。2018年ウィンブルドン選手権の4回戦でミロシュラオニッチに敗れたものの、グランドスラム初の16強を果たす。2019年のデルレイビーチオープンでは、準々決勝でフアン・マルティン・デル・ポトロと対戦し、6-4-3-6-7-6のフルセットで勝利し、 初のトップ10勝利を飾った。全仏オープン後、右ハムストリングの手術を行った。2020年オークランドオープンでツアー復帰。ミカエル・イマーに、予選で敗退。その後全豪オープンに出場。1回戦ではダニエル・エヴァンスに敗れた。全米オープンでは第30シードのキャスパールードに敗れたが、ダブルスでは初のベスト8入りを果たした。 全仏オープンでは初の2回戦進出。2回戦ではクレイキングラファエル・ナダルにストレートで敗れた。全後オープンではマクドナルドはマルコ・チェッキナーと第22シードのボルナ・チョリッチ、ロイド・ハリスを破り2度のグランドスラム4回戦進出を果たした。4回戦では第4シードのダニール・メドベージェフにストレートで敗退。シティオーオープンではニック・キリオス。 第13シードのブノアペール、イリアイバシカ、デニス・クドラを破り、ベスト4入り。準決勝では西コリ系を破り、初のツアー決勝に進出。決勝では第5シードのヤニック・シナーに敗れたが、2年ぶりにトップ100に返り咲き、2021年8月9日付のランキングで40位以上ランキングを上げて、世界ランキング64位になった。W イコール優勝。 F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール回戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF。 B イコールオリンピック銅メダル NMS イコールマスターズシリーズから降格 NH イコール開催なしありがとうございます